はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、光栄でございます。はい、で、今日もスカーレットネクサス続きからやるんですけども、で、前回こちらですね、君は誰だっけ、この火を使う女の子との絆イベントなるものをやってね、サスでしたっけ、特殊能力のね、強化を図ったところで終わっております。で、早速、次のクエストですね、クエストフェーズか、次のフェーズに移っていこうかなと思います。で、机を調べちゃおうかなと。カサネからのメッセージ、すぐに OKOK、 確認させてくれ。おい、あというわけで次のフェーズに進む前に、もしかしたら俺を助けてくれたあの人に関わることを聞けるかも。聞けないんだな多分。お待たせ、相談したいことって何？あなた、話の前置きがなくていいわね。余計なことをいろいろ言う人が多くてうんざりしていたの。ほう、あ、例えば？ありがとう、そうだと思ってた。 あなた、好きな人はいるの？え？なんでそんなことを聞くんだ？え？もしかして。具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？すげえ突っ込んでくる。ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ちょっと待てよ、どうしてそんなことを聞くんだ？心情調査よ。そのために俺をここへ呼び出したのか？もちろんそれだけじゃないわ。瀬戸さんがここで愛用の万年筆を落としたそうなの。ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長、綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆を重ねが探してるんだ？やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。そりゃ聞くだろう。変な顔してないで、万年筆を探しながら話しましょう。あ、そうしましょう。お、なるほど。よし、じゃあ探そうか。プレイヤー絆エピソード、あー、こっちに行けっちゅうことか。オッケーオッケー、とりあえずその絆エピソードを進めていけばいいわけだな。ありがたくもらっておこう。敵とか出てくるんかね。出てくるんだろうな。いるわいるわ。あ、そう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 、そうだね。自分の念力が強化され、念力基準を消費せずに。マジか。ゲージ消費しないと。カサネ頼め。油みたいなものをかけてきやがった。迷うくなるとベッドベッドになるぞ。倒れたぞ、一気に攻めるんだ。ちょっと、お、すごいすごい、やった。なるほど。回収回収。同じタイプの能力者なのか。あれ、あ、そうか。なんか主人公男女で。よいしょよいしょ。はいはいはい。サメっていうのは女主人公なんだっけか確か。よいしょ。よいしょ。あ、そうか。オイル、オイルまみれだから回避行動は取れないんだな。あん、ちょっとめんどくさいな貴様ら。あー、よっ
く。少し成長できたみたいで。まだ戦える。よし。はい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 全くわからん。はいはいはい。いや反応が遅いな、私の反応が遅いな。あのさ、もし万年筆が見つかったらきっと瀬戸隊長喜ぶだろうね。そうね。よし頑張るぞーなんて。会話が弾まない。でも何とかして俺を助けてくれたあの人のことを聞かないとな。会話弾ませる気は全くなさそうだけどね。あーどうもどうもどうもお疲れっす。先進もう。とりあえずエピソードを進めようじゃないか。絆エピソードを進めて、ちょっとパワーアップするんだ僕は。で、万年筆は？あなた、それなりに戦えるのね。一応ね、主人公ですし。本当にきついな、この子。カサネ、俺も聞きたいことがあるんだけど、いいかな？何？俺、小さい頃に怪異に襲われて死にそうになったことがあるんだ。その時に海抜群の人に助けてもらったんだけど、それが重ねによく似てる人だったんだよ。それで重ねに心当たりはないかなって思って。私たち同い年よね。あなたが子供の頃は私も子供だったけれど。ああいや、例えば年の離れたお姉さんとか。静かに。ボス戦か？敵だわ。数多いだけか。戦うわよ。あいよ、あいよ。分かった。頑張ろ。来い。はい。おいしょ。はい。はい。よいしょ、エルツ、お願いします。はいはい、よいしょ。はいはいはい。よし、減ってる減ってる、数減ってるよ。よいしょ。はいはい、よいしょ、お願いします。あー、鼻食らっちゃった。鼻でダメージ食らう、どういう状況なのこいつら。まったく。よいしょ。はい。よいしょっと。はい。はい。はい。よいしょ。はいはいはい。はい。はい、終わり。なんだ、まだ一匹いるじゃん。まだやってんのか。お前まだやってんのかよ。早く終わらせちまうぜ。はい。はい、よいしょ。はいはいはい。おやすみなさい。ん？まだいる？なんとか倒せたな。あれ、重ねの後ろに落ちてるの瀬戸隊長の万年筆じゃないか？お、見つけたじゃん。これが。ありがとう、ユイト。助かったわ。ところで、さっきの話だけど。どれ？どれだ、さっきのって。俺を助けてくれた海抜群の人の件？ええ。海抜群名簿は確認したの。もちろんだよ。
でも該当者はいなかった。除隊したのかもしれないけど。海抜群なんじゃないんじゃないですか。そうだ、昔助けてくれた人もその髪飾りと同じものをつけてたんだ。どこで買ったか教えてくれないか。そんなわけないわ。これはお姉ちゃんの手作りよ。は？そうなのか。ねえ、あなたの超能力も念力だったわよね。リアルな夢を見ていたってことはない？夢？どうだろう。確かに子供の頃のことだし、記憶にあやふやなところもあるんだけど。私、昔から不思議な夢を見るの。妙にリアルな夢。ほう。女の人がレッドストリングスってつぶやいて、私の周りに赤い糸が眉のように巻きついてくるのよ。ほうほう。子供の頃は夢が現実だと思って困惑したわ。同じ念力ならあなたもリアルな夢を見ていた可能性もあるでしょう。なんかあれかな、ストーリーの根幹に抱えるの話なのかな。夢じゃない、それは確かだよ。その人は俺にこのイヤーカフをくれたんだ。だから。そう。それじゃあこれ以上は力になれないと思うわ。大丈夫っす、十分っす。ああ、いや、うん、変な話をしてごめん。別に。万年筆も見つかったし、俺そろそろみんなのところに戻るよ。ええ、そうね。ありがとう、いい調査になったわ。そうか、忘れてたけど心情調査されてたんだった。なんで俺を。それじゃあさよなら。俺も帰ろう。帰りたまえ。ほい、というわけで終わりましたと。あ、R。はは。答えるつもりはない。ひてえな。超一方的じゃねえか。どうせお姉ちゃんのために調査してるんだろ。というわけで、次行きましょう。で、調べるで、これでついてるはず。はい。疲れたな。少し休むか。オッケー、行こう。お、ついにフェーズ2だね。読み込んでおるな、読み込んでおるな。え？あれ？いつの間にスメラギ寮に来たんだ。いや、本当だよ。ユイト、カゲロウが訓練施設で模擬戦やるってよ。俺らも参加しようぜ。ほうほうほう。分かった、すぐ行くよ。なんでここにいるんだろう。やばいな、俺無遊病なのか。後で兄さんに相談してみようかな。ここまで意識がなかったのか。まだ頭がぼーっとしてる。訓練施設って海抜群本部の中だったよな。よっしゃ、行こう。なんだ今どうなってるんだろう。 夢なのかなこれ。さっきさ、あの重ねも明晰夢がどうのこうのみたいな話してたやん。そのつながりなんかな。とりあえずこの本部の中に入って訓練施設に入ればいいってことか。 OKOK。 お待たせしました。お、これで全員揃ったな。スリーマンセルの模擬戦やるぞ。お願いします。ルールは簡単。フィールドに一つだけ設置されたフラッグを手に入れてゴールしたチームが優勝。優勝チームには俺様がポケットマネーで用意した豪華な商品が待ってるぜ。おー、やったぜ。商品見してくんないんですか先に。カゲロウ発案つぐみちゃん作成のくじ引きで決めようぜ。
同じ色の小よりを引いたやつが同じ班な。さっさと選ぶぞ。お、なんかいたな、君、偉そうな人。他の班の人だよね。班分け決定。二人ともよろしく。お姉ちゃんと別の班か。やったー。ナギ、ゲンマ、ナオミに傷一つでもつけたら承知しないわよ。おお。心配するな。俺の超能力は防御に特化している。つぐみちゃん、お互い頑張ろうぜ。うん。お前と組むことになるとはな。カラスが群がるその腕前見せてもらおうか。見てくださいよ、四電リッター。へえ。なんだこいつ。いや確かにね。うん。知っていると思うが、僕はスカウト組の四電。超能力は瀬戸さんと同じ放電だ。あ、結構かぶるんだね。僕の足を引っ張るなよ。あ、すいません、かぶる。努力するよ。頑張ります、頑張ります。それじゃ始めるわよ。ほいほいほい、仮想空間みたいなやつか。よくわからんけど。班長は当然僕で構わないね。いいっすいいっす、どうぞどうぞ。意義あり。いいじゃん。アダルトのお前が班長になるとでも言うのか。シデン君よ、お前さん人間性が今3つほどリーダー向きじゃないのよね。な、僕をバカにするつもりか。ほらほら、そういうところ。今回の班長は穏やかなユイト君がいいと思います。え、俺ですか。構いませんけど。カゲロウさんやってよそこは。ユイト君もそんな堅苦しい話し方はやめようぜ。よろしく班長。スメラギのお坊ちゃまめ、さぞかし命令慣れしているんだろうな。言い方トゲあるね。 なんだよその言い方は。何シデン、お前ユイトのことやっかんでるの。誰がそんな低俗な。ああ、そういやお前今年の配置替えで生徒隊を希望してたんだっけ。残念だったな、憧れの生徒隊長がお前を選んでくれなくて。うるさい、煽るね。さっさと始めるぞ。仲良くやっていこうよ。笑顔あるところに幸せありってバッキーちゃんも言ってるし。バッキーちゃんねえ、こいつはいいや。シデン、笑顔だぜ。バッキーちゃん本名なんつったっけかな。無駄話をしていないでさっさと行け。はいはい、行きます、行きます。とりあえず周囲を警戒しつつフラッグを探そう。はいよ。狙うべき敵は回復行動について仲間にある程度指示をすることができるメインパッチで。はあ、作戦変更ですね。はい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 。限界まで戦え。攻撃の技が回復。うん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 。なるほど。OK、せっかくだし、セーブしとこうか。空気さん、お願いします。はい、というわけでセーブも完了。特に目的もなく透明化するのも楽しいもんだぜ。あ、透明化？ああ、ちゃんと決めてくれよ。お、透明になったわ。へえ、面白い。とりあえず先進もう。マップ見ながらね。ああ、迂回しながら下行く感じか。こっち行ってもいいよみたいなね感じだわ。あ、結局これ手に入ると何なのかよくわからんのよね。あ、いるいる。クリティカルヒット必ずね。はい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 。はぁー、止めかせるか。俺の超能力の出番だぜ、ユイト。
これがバックスタブか。畳みかけるぞ。ためが長えな。でもバックスタブためが長えな。ためが長いのはちょっといまいちだと思うな。短縮されるとか多分そういうのがあるんだろうよね、最終的にはね。まあよろしかろう、先へ進もう。で今度は放電使ってやるような感じかな。毎回思うけど出てくる回がリアルだよな。訓練用のビジョンだって分かってるんだけど、回だけじゃねえ、空間すべてが作り物だぜ。俺の体は本物だよな。いや作り物でしょう。とりあえず先進むしかないもんね。いいか、オッケー。そしたら放電使うか。燃料補充、電気をまとい。ほうほうほう、感電状態か。オーケーオーケー。確かに。あ、水で攻撃か。濡れると機動力が落ちるから注意してくれ。はいはいはい。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。オッケー行こう。はい、おしまいです。おお。感電状態になる。なるほど。今鳴ってるってこと、感電状態だ。よいしょ。よし。敵が珍しいものを落としたみたいだ。マジで。これってかなりレアものじゃないか。まあ、とりあえずそこのアイテム拾っていこう。いただきます。正常化タブレットで、また敵を倒すわけだな。当たれ。よいしょ。あやっ、ほい、この調子でいこう。はい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 、よし、はい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 。うん、あらあらある。で反対は今敵が残ってるな。やるか。来い。はいはいはい。おい。よいしょ。いや遠目か、いいね。やらしいな、戦い方が。よし、じゃあ上行こう。戦闘出てない味方にも経験値入ったりしてんのかな。おい、あったぞ。いや、間違いなくこれボスいるでしょう。でも、ここは通れないな。他の道を探そう。ああ、そういう感じ？なんだ。よいしょ。任せたよ。ちゃんとやってくれ。お、まだいるのか。行きます。はいはい、はい、そういうことですよ。はい、痛いだろう、痛いだろう、電気は痛い痛い痛い、ごめんなさい、痛いわ、電気痛いわ。まだ気を抜くな。よしよし、戦闘終了だ。え、取りに行けないじゃん。あ、行けるわ、こっちから行けばいいだけでした。で、フラッグを取りに行けばいい。これはこの各フィールドに一班ずつしかいないみたいな感じなのかな、扱い的に。まあ、とりあえず奥までタイムアタックみたいな感じですよね。頑張ろう。どうせ1位だろうけど。もう広い広い。あん？はい。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 よいしょ。
オッケー、とどめです。痛い、やるじゃねえか。よいしょ。あ、回す、はい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 、ぐるぐるすればいいんだよ。 OK、 やったかやったのかな今。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。はい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 、勝ってこいつ。よいしょ、はいはいはい、よいしょ、いきまーす。ちょっと数減らしたいな。よし、うん、マジか、さすがだな。アルツ、アルツがアルツ入んね、あれが、あ、ちょ、よいしょ、よいしょ、よし、はいはい、よいしょ、はいはい、あ、痛い。あれ、アルツ入んねえ。はいはい、うって動けない、あー、バー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 、仕切り直した。よいしょ、数が減ってくれ、減ってくれ、もう終わりにしてくれ。はい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 、よいしょ、よし、まったく、まったくだるいやつらだったな。お、アイテムあるけど、これ誘われてね、大丈夫？これ一周してくるだけか、ぐるっと。え、あ、じゃあ使っちゃう。危なかったな。回収、よし。あれ、ここ来たことないナイフ？あ、さらに下？あれ、来たことないっすかこれ。ああ、いやいや、いいのか。はい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 、よいしょ、マジで、はいはいはい、鮮明化してみようかな。討伐数プラス1だ。よいしょ、おいしょ、はい、やっちゃいます。やったか、やったか、やったかはまずいんじゃないかな。はい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 、これってかなりレアものじゃないか。これ何？あ、これがあれか、ゴールか。よし、よし、フラッグゲット。あとはゴールに向かうだけだな。当たり前のことをいちいち指示するな、さっさと行け。いや、厳しいな。おお、怖っ、噛みつきまくり、チワワカッツーの。やっぱ煽るね、カゲロウの旦那。カゲロウの旦那煽りますな。で、これ向かえばいい。お、でかいでかい。はいはい。ほい。いけるいける。はいはいはい、回します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 。あ、結構、あ、そういう感じで連続で入るんだね。はい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 、強えじゃん、強えじゃん。やばい、スタイリッシュ、スタイリッシュすぎるぞちょっと。で、こちらでしょうか。はい、回復いってもかな、やっぱり。これでよし、よし、でこっちでゴールかな。
よっしゃ、ゴールだ。え、あれゴールじゃない、もしかして。ゴールじゃねえ。ユイト、本当にこっちでいいのか？リーダーなら当然死刑くらい頭に入ってるんだろう。いいから黙ってついてこいって。かまってちゃん、まあ方向は合ってるはずだから進んでみよう。そうしよう。やはい、そら買わせてくれ。はい、いただきます。はい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 。少しは成長できたかな。いや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 、敵倒してるし成長してるでしょう。おい、おい、よいしょ。よし、おっと、また強くなっちまったか。 L2、これもできるのか。なんだ、何ができるのか。討伐数プラス1だ。おお、任せろ。よし、また湧いてきやがった。はい、シーデンの放電を使えば有利かもしれない。ちょっと水で攻撃か。変わります。機動力が落ちるから注意してくれ。よいしょ、おい、オッケー、挟んじゃいましょう。はいはい、ダッシュして、待ってる待ってる。はいはいはい、よいしょっと。いや、水浸しにしてくるね。この調子でいこう。よいしょ。いやいや、このオイルまみれも水まみれも厄介だな、やっぱり。ステータス以上ってどこ行ってもやばいっすよね。はい、よし、終わった。お疲れ様。俺の強さは罪だぜ。確かにな、罪作りな男ですな。この先は何かあんのかな。敵がいる。よいしょ、はいはいはい、よいしょ、はいはい、もう下立ってか。下立っちゃった。へえ、またステップ。いや、オイルもそうだし、水浸しもそんな滑らんと多分。敵が珍しいものを落ちたみたいだ。よし、サクサク行こう。先行くよ。リーダーに従え、リーダーに従え。ゴールはどこ、ゴールはどこ。もうゴールじゃないの、さすがに。はい、よいしょ、L2 いきます。よいしょ、やった、倒れたぞ。一気に攻める。一気に攻めます。やったか。あそこで何か手に入るんじゃないか。これのこと。いやー、ちょっと、あ、私の反動は遅いな。はいはいはい、あ、よかった。うーん、かもしれないけど使わんよ。この調子でいこう。よし、で、またゲット。うん、あるなあ。あのアイテムはなんじゃい。いただきます。あ、回復ゼリーね。はい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 。じゃあ、あとは上か。上だな。
やっぱ敵倒しまくってっからさ、だいぶタイムは遅れてるんじゃない？いや、ここにいるってことはボスでしょ、これ。これボスだ。よし。じゃあちょっとこのアイテムを回収して。ああ。回復セリーね。よし。セーブして。よし、行くぞ。本当に大したことないな。え、何が？超能力のステータスは低いし、戦い方も素人同然。なんで瀬戸さんもカレン連隊長もこんなやつを引きするんだ。シデン君、あんまり人のこと言えるような状況じゃないぞ。うーわー、シデン君よ。お前さんがリーダーに選ばれない理由って、そういうところじゃねえの？うるさい。僕は別にリーダーになりたいわけじゃない。僕より劣る奴の命令を聞きたくないだけだ。人間性は劣ってると思うけど。おお。黙れ、アダルト。おい、ユイト、この先気をつけろよ。僕が班長ならゴール近くの死角で待機する。どういうことだ？つまりフラッグを探し回るよりゴール前で奪い取った方が効率がいいってわけだ。やらしいね。ああ、そういうことか。でも訓練なんだし。おっと、おいでなさったぜ、重ねたちだ。お、やっぱりな。重ねならこう来ると思っていた。迎え撃つぞ。やろうか。おお、対人戦みたいな感じなんだ。タイミング開始 R2。 あ、1対1もしかして。悪いが、俺はこっちの敵の相手で手いっぱいだ。重ねは頼んだぜ、ユイと班長。おい、同じくだ。僕も手伝えない。班長なら班長らしく自分で何とかするんだな。 OKOK、 任して。おい、ちょっと、はいはいはい、はい、よいしょ。はいはい。お、インターセプトできねえな。ちょっと待って、動きが分からん。え、難しくて。インターセプト、おいおい、危ねえ。このままじゃ。もう3回攻撃になるんだな。はいはいはい。まだ戦える。インターセプトなんか全然できねえんだけど。よいしょ。よし。いやいやいや、難しいな。ちょっとインターセプトやりってみたいんだけどな。ところで、おいおい、重ねってばマジ強え。入隊したばかりとは思えないな。大した腕前だ。確かに、やっぱり重ねちゃんはすごいな。相手を舐めすぎたか。へえ、噂通りだな。重ねランドールの実力もしかし勝つ通りもあったのかな。重ね、さすがだね。いえ、今回はつぐみと花火の力が大きいわ。あなたの班は仲間との連携に問題があっただけで、やっぱりあなたの力自体は評価できると思う。あら、ありがとう。ありがとう、重ね。別に褒めてはいないけれど。あ、そう。ユイトって変よね。私、何か面白いことを言った？あ、重
重ねの方が変だと思うけどな。お父さんからメッセージ。海抜軍への正式入隊おめでとう。カイトから話は聞いている。やはりお前の海抜軍入りには反対だが、なんだかんだ優しいじゃん。怪我だけはしないようにな。海抜軍の一員ともなればお前も一人前だ。これを機に家のことや亡くなったお母さんのことも話しておきたい。カイトも誘って今度一緒に食事でもしよう。こちらのスケジュールが調整できたらまた連絡する。いいお父さんじゃん。ユイト、どうかした？ああ、いや、珍しく親父からメッセージが来たんだ。そう。それじゃあ解散しますか。みんな参加してくれてありがとう。これ勝ってたら豪華商品もらえたっていうだけか、もしかすると。カゲロウ、珍しい。お、何が？カゲロウ、訓練嫌いでしょ？せっかく新人が来たんだから、かっこいいところ見せたかったんだよ。今年はまた一段と可愛い女の子が多いからな。クジもズルしてた。新人くんと組んで腕前を見てみたかったんだって。うん、いやー、なんかありそうだね。やっぱり訓練の前にいつの間にかスメラギリオに移動していたことが気になる。もう一度スメラギリオに行ってみよう。何か思い出すかもしれない。でメッセージちょっと見とこうか。あ、お疲れ様です。いい子なんじゃないの、実はね。えよし、というわけで今日はこの辺で終わりにしようかな。次回は、スメラギリオ戻るっていうんで、そちら戻っていこうかな。っていうか、これイベントじゃね、もしかして。話してみていいですか？クエストだ。ちょっと話そうか。クエスト受注したとこで終わりにしようか。調子乗ってます。調子、めっちゃ調子乗ってます。すいません。いや、簡単簡単。 OKOK、 受注する。調子に乗るなよ。はい、なるほど。よし、というわけで次回は調子に乗るなよやっていこうかなと思います。じゃあここまで語りは私高2でお送りいたしました。次回以降もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは次回まで、さよなら、バイバーイ。